遅かったわね。やるじゃねえか。このタイミングで間違いないはずだったんだがな。てめえの泣きつく面拝むにはな。その傲慢さがいつか命取りにならないことを祈っておいてあげるわ。ありがたい申し出だが、俺には必要ねえな。せいぜいてめえのために祈っとくこった。早速お客さんだぜ。また違う。なんか言ったか。この程度の魔物、あたし一人で十分って言ったのよ。そうか。ならこっちはどうする。ジェーナス、柔道。人使いの荒い大将だな。人を何だと思ってんだ。全部で3体いたってわけ。小物はてめえにくれてやるよ。あんたの手なんか借りるつもりはない。強がるな。こっちは俺らが何とかする。ジョーちゃんはそっちを頼んだぜ。ほら、行くぜ。一仕事するか。とっとと消えな。見え見えなんだよ。どう？倒れた？はっ！逃がすか！おっしゃ！無駄です。これで、そこ。こいつで。そこだ！やってみる。相手が悪かったな。どう？遅れるなよ。ごめんなさい。少しやりすぎちゃったみたい。どけ！派手に行こう。これで逃がします。派手に行こう。いつでとどめだ。手を貸せ。やっちゃえ。そこだ。甘いね。死ねえよ。ほら。肩慣らしにもなりゃしねえ。
丈夫？この程度、なんともないわ。ダメよ、無理したら。私に見せて。ひどい傷。少しだけ我慢してください。すぐ良くなりますから。楽になりましたか？ええ。フィオナの治癒魔法はなかなかのもんだろう。あなた、エルフね。正確にはハイエルフだと言われました。ハイエルフ？私には見分けがつかないわ。でも、それと傷を治してもらったのは別ね。ありがとう。あなた、とても強いけれど、女の子でしょ？傷は残らない方がいいかと思って。女だてらに銃を使うなんてどうかと思ったが、さっきの戦いぶりといい、なかなかどうして。ここにいる愚足に銃の扱い方を教えてやってほしいくらいだ。俺が愚足なんだとしたら、全部てめえのせいだろうな。そこは否定できんな。人に教えるほどのもんじゃないわ。全部独学だから。独学でだと？こいつはいよいよ俺も教えを請う必要があるかもしれんな。下手なお世辞はやめて。どこ行くつもりだ？どこでもいいでしょ。そうですね。差し当たっては好きになさい。必ずまた出会うことになるでしょうから。何それ、あんた占い師かなんか？残念だけど、そういうの全く興味ないの。私としては二度と会いたくないけど、もし会ったら無視してくれるとありがたいわね。なかなか気の強いお嬢さんだな。もしかして今の人は。そういうことです。そう。邪魔すんじゃねえよ。フィオナもできるよ。てめえらの相手をしてるほど暇じゃねえんだよ。この音は銃声です。もしかしたら。もしかしなくても可能性は大だろうな。付け加えるならあまりいい状況じゃないな。シュバルツ、急ぎましょう。ったく、あんたの当たってほしくない予言はよく当たるようだな。予言などではありません。
然として起こりうることを述べたまでのことです。やっぱあんた気に入らねえよ。別に気に入られたいとは思っていません。ちどうやら間に合ったようだな。なんで、あんたたちが。話は後にしましょう。シュバルツ、お願い。こいつのためにってのが気に入らねえが、いなくなられても都合が悪いんだよ。何よ。こいつは貸しにしといてやる。冗談言わないで。なんであんたなんかに。さあかかってきな。ぶっ殺してやるからよ。どうしよう。覚悟してもらおうか。そこだ。逃がしません。えい、どう？倒れた？はっ、無駄です。これ遅れるな。死んで後悔なさい。はあ、遅れるなよ。逃がすか。相手が悪い。死ね。ははっ、遅れるな。えい、遅れるな。こいつでとどめだ。手を貸しな。肩慣らしにもなりゃしねえ。次はドイツが相手だ。いつか必ず追いついてみせる。やったー、フィオナ、もっともっと頑張る ね、 当然ですね。なせばなる、なさねばならぬ何事もってな。これがあなたの運命なのです。わかりましたか。何が運命よ。町へ戻るなら行き先が同じなんだし、途中であってもおかしくないでしょ。人というのは愚かな生き物です。信じたいと思うことを真実として受け入れようとします。たとえそれが偽りであったとしてもです。それが信じやすいものであればなおさら、その方が楽ですからね。あ、おい、どうせ町へ行くなら一緒に行かないか。その方がジョーちゃんも安心だろ。おい、はあ、行っちまったよ。あら、相当な頑固もんだな。彼女が心配なら少し距離を置いてついていけばいいのではないでしょうか。向かう先は同じですからね。そうね、あまり離れないように後からついていきましょう。ま、焦ることはないさ。すぐに会えるだろうからな。そう、すぐにな。
面倒ですね。フィオナもできるよ。てめえらの相手をしてるほど暇じゃねえんだよ。おい、ここで何してんだ？報酬を受け取っていただけ。依頼を達成したんだから当然の権利でしょ。寝言は寝てから言いやがれ。何てめえ一人で倒したつもりになってんだ。私は2体、あんたたちは1体だから自分たちの取り分をよこせってこと？確かにあんたたちの手は借りたけど、分け前のことを約束した覚えはないわ。それにこの依頼は早い者勝ちだったはずでしょ。こいつは一本取られたな。うんな、はした金いるかよ。俺が言いたいのは、なんでてめえがまだこんなとこにいるかってことだ。どこにいようと私の自由でしょ。ここのギルドは優秀だから気に入った。ただそれだけのこと。私はバウンティーハンターよ。どこでどんな依頼を受けようと勝手でしょ。どんなではありませんね。あなたが受ける依頼は魔物絡み、そうではありませんか？他にもっと安全な依頼だってあるはずなのに、なぜそこまで魔物にこだわるんですか？あなたには関係ないでしょ。関係はないが気にはなるんだよ。俺らの邪魔をされても困るからな。魔物が一番お金になるから、ただそれだけ。それなら私たちと一緒に来ませんか？目的が一緒だから手を組もうっていうの？冗談言わないで。こんな男となんて一秒たりとも一緒にいたくないわ。けどそいつがお前の運命だ。俺のもんになることがな。あんた頭おかしいの？どうしてあんたなんかの？勝手に言ってれば。シュバルツの言う通りです。あなたには柱の乙女の役目を果たしてもらいます。柱の乙女？なんだか知らないけど、あんたたちと一緒にいるつもりはない。私のことは放っておいて。哀れなものですね。現実を受け入れられないというのは、あなたの真実はあなたの望む現実とは他にあるのです。あなたは何も知ろうとはせず、自分にとって都合のいい世界を作り上げ、偽りの中で生き続けるつもりですか？他人のあんたがなんでそんなことわかるの？知ったふうなこと言わないで。他人だからわかるのですよ。あなたという世界の外にいるからこそ。ね。ごめんなさい。あなたの詭弁には付き合いそうにもないわ。何でもいいが、借りは返してもらうぜ。あんたに借りですって？そんなもの作った覚えないわ。この前言っただろ、こいつは貸しにしておくってな。おっと、俺が一方的に言ったなんてこと言うなよ。あん時てめえは否定しなかった。そいつは事実だろ。さあ、借りを返してもらおうか。
変なところだけは頭が回るわけね。いいわ、あんたと一緒に仕事をするだけって言うならね。あんたの腕だけは信用してもいいから。そいつは光栄だな。ただし条件がある。一つは私に指図しないこと。私は私で好きなようにさせてもらうから。もう一つは報酬の取り分は五分五分。それで手を打ってもいいわよ。なんだと？バカを言うな。あんたの取り分は良くて2割だろ。それが嫌なら他を当たって、その柱のなんたらってのもね。いいぜ、その条件飲もうじゃないか。シュバルツ、これはお前だけの問題じゃないんだぞ。いや、俺の問題だ。てめえらは口を出すんじゃねえ。約束は守ってもらうわよ。そっちこそ忘れんじゃねえぞ。私はバネッサ、よろしくね、シュバルツ。ああ、よろしく頼むぜ、バネッサ。皆様、念のためにグロザー連邦に魔物がいるかどうかの確認をお願いいたしますね。この前渡した鉱石はどうだ？あんたのお眼鏡にかなう鉱石はあったか？いつもああなら言うことはないが、まあお前さんにしては上出来だ。さっきセナの店に納品したから、今日明日にでも売り出されるかもしれんな。セナのやつ、そういう情報は真っ先によこせって。あんたの新作か、楽しみにしとくわ。一時はどうなることかと思いましたが、それも杞憂に終わりました。ですがあなた自身のことを考えるのであれば、もう少し早く行動するべきでしたね。あなたが思うほど残された時間は多くありませんよ。あんたでも他人を心配することがあるんだな。いや、失敗でもしようものなら神様ってやつに嫌われるからだろうな。あなたがどう考えようと、それは自由です。私にとって必要なのは、あなたという器だけですからね。それ以外に興味はない。んなこと、てめえを見てりゃわかるっての。俺自身が必要とされていないってことくらいかな。あなたが望まない運命を受け入れたくない気持ちは理解できます。だからといって、その怒りを他に向けるのはどうかと思いますよ。そうかい。俺にはあんたこそいじけて周りに当たり散らしているようにしか見えないけどな。どういうことですか？あんたは多くのことを知りすぎたんだよ。本当は人形のままでいなければならなかったのにな。あんたさっき俺の気持ちを理解できるって言ったよな。俺の怒りを周りに向けるな。それが答えさ。それでは答えになっていませんね。神に仕え、神の考えのもとに行動しておりますが、それだけのことであなたの勝手な考えを押し付けないでください。あんた俺と同じだな。
そうやって無理やり自分を納得させようとするなよ。俺みたいに惨めになるだけだぜ。私はもう十分惨めですよ。あなたの侮辱にはそれだけの効果がありました。そういえばあなたは満足ですか？ああそうだな、あんたの口からそれだけ聞けりゃ十分だよ。あんたとはこれから先もうまくやっていけそうだ。そうですね、あなたを封印するその時までですが、安心なさい。あなたの封印に際しては格別の注意を払うと約束しましょう。そいつはありがたくて涙が出てくるな。せいぜい期待させてもらうさ。すみません、この町のギルドはどこにありますか？お嬢ちゃん、この町のもんじゃないな。わざわざギルドに出向いて直接依頼でもするつもりかい？はい、こちらにはとても腕の立つ方がいらっしゃると伺いました。ぜひその方に依頼を受けていただきたいと思いまして。どんな依頼内容だ？とても貴重な品物を探しておりまして、そのお手伝いをお願いしたいんです。そいつは無理な相談だな。俺は忙しいんだよ。あなたがそうなんですか？この町どころか世界中のどこを探しても俺以上に腕の立つやつなんていねえよ。口の悪さも世界一だろうけどな。てめえがそれを言うか。お願いです、どうか力を貸してください。俺としてはお嬢ちゃんの依頼を受けてもいいんだが、うちの大将は気難しくてな。食事でもしながらもう少し詳しい話を聞かせてもらいたいんだが、どうだい？はい。俺は聞きたかないけどな。てか聞くつもりもねえし。まあまあいいじゃないか、他の意見を聞いてからでも遅くはないだろう。勝手にしろ。すまないな、ちょいとばかり事情があってな。あまり悪く思わないでやってくれ。いえ、私の方こそ突然このようなことを頼んでしまい申し訳ございません。一度しっかり話を聞いていただいて、その上で受けていただけるかどうかを伺うべきでした。自分のことばかりで皆さんの都合も考えず、本当にお恥ずかしい限りです。報酬は払えるんだろうな。おい、何野暮なこと言ってるんだ。あんたが適当なことばかりやってるから、どれだけお袋が苦労しているか分かってんのか？こいつは慈善事業じゃない。あいつと違って俺たちは生活がかかってんだ。報酬を聞くのは当然だろう。そいつは、まあけどな、困っているから。そいつは理由にはならない。受ける俺たちだって命がけだ。命の重さに見合った報酬を受け取るのは当然の権利だろう。人のこと考える前に、あんたのために待っている奴のことも少しは考えろよな。見苦しいところを見せちまったな。息子さんですか？
あいつの言った通り、俺が適当なことばかりしてたせいで、神さんには迷惑をかけっぱなしでね。身から出たサビといえばそれまでだが、締めっぽい話をして悪いな。この先の宿に仲間がいる。そこで話を聞かせてくれないか。わかりました。と、その前にお嬢ちゃんの名前を聞かせてもらってもいいかい。すみません、名乗り遅れましたが、ユーミルと申します。ユーミルか、いい名前だな。俺はジェイナス。これからよろしくな。こちらこそよろしくお願いいたします。で、そのミーティア鉱石と虹の雫、それにコサマテリアと無表の霊水ってのを探しているわけか。はい、それらの素材があれば兄様の病を治せるんです。虹の雫や無表の霊水ってのはいいとして、ミーティア鉱石ってのが病の特効薬になるとは考えがたいがな。虹の雫とコサマテリアは魔力の結晶みたいなものですから、わからなくもありませんが、ミーティア鉱石と無表の霊水は主に装身具を鍛えるために利用されるものですからね。それは、シュバルツ、この依頼受けなさい。んでだよ。こう言えばわかりますか。この娘が必要だからです。なるほど、そういうことか。あんた森人なんだろう。なんで個人で依頼を出すんだ。まあ個人的な理由でも構わないが、報酬は払えるんだろうな。もちろん見合った報酬はご用意します。それでも足りなければどんなことでもします。私にできることでしたら、どのようなことでも。何でもねえ。その兄様ってやつがてめえの相手ってわけか。だからそんな必死になってんだろ。それはんなことは俺の、いや、こいつの知ったこっちゃないからな。いいぜ、その依頼受けてやるよ。本当ですか？ありがとうございます。その代わり報酬はその体で払ってもらうぜ。私の体ですか？それはどうすればいいのでしょうか？鈍い安さな、てめえは。俺のもんになれってことだよ。あなたのものにですか？そうだ、それが条件だ。バルツ、なんでそんなこと言うの？ユーミルさんは困っているのよ。森人にはお世話になっているじゃない。それを考えれば。俺が望んだことじゃねえ。あのクソ野郎が俺に使命なんてもんを押し付けやがったせいだろうが。俺は押し付けられた使命ってやつを果たそうとしているだけだ。それについてとやかく言われる筋合いはねえ。わかったか？てめえは俺のもんだ。いえ、まだあなたのものではありません。それに、あなた方に依頼をお願いすることを取りやめたとすればいかがですか？だとしても俺のもんだ。そう決まってんだよ。諦めろ。それがてめえの運命ってやつだ。わかりました。報酬は私自身で構いません。
ですが、必ず全ての素材を見つけ出して揃えてください。それが絶対条件です。それで構わねえよ。あんたもそれでいいよな。問題ありません。交渉成立だな。で、素材ってのはどこにあるんだ？まずはエンハンブルに向かってください。リシェスの民の里より北にナナイという洞窟があります。そこにコサマテリアがあります。いいぜ、まずはそいつからいただくとするか。ナナイの洞窟といえば、今では危険な魔物が多く住みつき、リシェスの民でも近づかない場所です。準備だけはしっかりと整えていった方がいいでしょう。そいつはてめえらに任せるわ。ごめんなさい、こんなことになってしまって。事情は後で詳しく話します。でもこれだけは分かってください。シュバルツも本当はこんなことしたくないんですけれど、そうしなければならない理由があって。気になさらないでください。人には人それぞれの理由があるものですから。先のことはどうなるかまだ分かりませんしね。どうかよろしくお願いいたします。任せときな、嬢ちゃん。俺たちがいればあっという間に集め終わるさ。また安請け合いしやがって。長旅で疲れてませんか？まずはゆっくりしてください。お気遣いありがとうございます。それではここを出るまでの間、少し休ませていただきます。それではまた後ほど。